こんにちは。弊社のチャンネルへようこそ。ここでは最新のニュースと印象に関するコメントやフィードバックを共有するために集まります。この会話の一部となるためには購読を忘れなく。では始めましょう。水曜日のダウンタウンは、ダウンタウン松本人志が浜田雅俊とロケ中に一般男性と怒鳴り合意したエピソードを含む内容で、松本の活動休止発表後初のレギュラー番組放送が行われた。青山通りでのロケ中に一般男性から注意を受け、松本は謝罪すべきだと感じたが、浜田は一般男性に対して一喝し怒鳴り合いが起きた。この出来事に松本は驚き、浜田の姿を見て元気を取り戻したと述べた。水曜日のダウンタウンは、説の検証 VTR はもちろんのこと、こういう松本さんと浜田さんのやり取りが面白いという部分でも人気があると思います。しばらくの間はこのやり取りが見れなくなるのは寂しくなりますが、それでも攻めた内容で番組を続けていってほしいものです。この問題だけでなく、さまざまなニュースを来た時、ネットを見ると当事者でもないのに熱量を上げて文句や批判をする人すごいなと思います。自分の生活に関係ないから怒りが全く湧きません。また叩いても何にも解決しないし、法で裁く立場でもない人間が感情的に寄ってたかっていじめとなんら変わりないのになと感じます。他人に文句言っても自分の生活が充実するわけでもないから無駄だなとも思います。笑いのツボも不愉快も迷惑も傷つくも全部人それぞれなんだから、テレビなんて見たい人が見て、見たくない人は見ないでいいと思う。いくら炎上したとはいえ、国民1億人の中数百人、テレビ局も一部の声に耳傾けすぎではないかと思う。松本さんとその他の芸人の大きい違いは、自ら考えた企画、番組が数多くあるってことらしいですね。水曜日のダウンタウンは違いますが、洗ってはいけない滑らない話、一本グランプリ等々、単に出役としてだけでなく裏方的なことも同時に、そして数多くこなしているという特異性、これらがなくなってしまうのは残念。この問題で得をしているのは週刊誌だけであって、それ以外の日本国民全員は損をしている現状に、私たち国民は一人一人気づいて危機感を持つべきではないだろうか。新助、宮迫、松本人志など日本のテレビ業界における頭脳であり、またお笑いの才能にあふれた彼らに対して、芸能活動の中止に追い込みかねない個人情報の暴露を行う行為については、日本の娯楽水準の低下、ひいては日本人全体の特に子ども文化レベルの低下にもつながることを強く認識した上で極めて慎重に行うべきであり、またその際は当然ながら日本人全体の損得を評価するという視点も含めた上で総合的に判断されるべきである。週刊誌の一存で日本文化の一端を構成している彼らのような偉大な才能を追放する行為に対しては、見方を変えれば日本国民日本文化への攻撃であると私は思っているため、日本国民はこのことの重大さを認識した上で大いに危機感と憤怒を抱くべきである。本当に実際のところは中身がどうなのか知りたいですね。文春は取材する記者にもよる、取材の方法論とかからオープンにしてもらわないとわからない。嘘の証言を記事にしてやらかしている例もたくさんある。編集長が自信あるよって言われても外野は判断できないし、妥当性のあるデータ列挙してほしい。松ちゃんもあの頃はそういう時代だった、悪かった、反省してますで、一旦引退すればいいんじゃない。実際はあったと思いますな。ここから今までキャラと雰囲気で許されてた、みんな知ってたような内容も、なぜか初めて知ったかのようなテンションでポリコレ棒で叩きまくる人が増えまくるわけです。いつもの日本の見慣れた見てられない光景。ビートルズの検証結果、その失神するほどの熱狂ぶりがどこかでイメージから事実へと誤って変換され伝わってしまったようだ。メディアも大人社会がコントロールしている情報操作との発言もありましたし、で週刊誌などで言われていた失神者が続出はなかったが、今放送で言いたいことだと思いますね。文春砲第2弾って肩透かしみたいな記事だとか、事前に少なくとも出版社から記事の確認が入るそうなので、これは文春に限らず、吉本に限らず、松ちゃんに限らず、それを受けて戦いますになったのかもね。
やっぱ松本おもろい。俺はダウンタウンが一番好きや。別に疑惑が白でも黒でもどうでもええ。芸人は笑わせてくれたらそれでええねん。何があってもずっとダウンタウンのファンやし、早く復帰してくれ。応援してんで。編集済みの分で再編集しなかったんだろうな。今回の松ちゃん発言した浜ちゃんのやりとりについては、ガキの使いでも話してたこと、それよりは着ぐるみの企画の着ぐるみの発言が松ちゃんが被害を受けたとされる。現時点では真実と断定されたわけではない。女性と関係を迫る時のような言葉と重なって笑えなかった。ガキ氏のスマホなしで集まりましょうの時の話やね。実際浜ちゃんが一般人に、しかも東京で怒鳴るはずもないので、関西だと受け入れる土壌があるから怒鳴るかもやけど、話を持ってるのは確かだろうな。そのおじさんも場が読めてないのはあるけど、浜ちゃんの返しもどうなのと正直思う。男はいろいろあるけど、こんな時うちのバカがすみませんって代わりに頭を下げてくれる奥さんがいる人は幸せだと思う。今夜の水ダウはビートルズ批判の当時の評論家が放送禁止用語をバンバン喋るのを注釈を入れてあえて放送したり、松ちゃんを通常運転でカットなしで放送したり、無用な遠慮をしない TBS を支持します。飲み会でキモいキャラしただけで国民にバッシングされる。本当にどうでもいいんじゃないって感じがします。週刊誌もバーシー化している気がします。そのうち YouTuber が芸能人を張り込みしたり盗撮したり追っかけたりするかもしれませんね。松本氏の出ている番組の大半は3月をめどに終了するでしょうね。裁判が終わるまで続けるとか悠長なことを言っていられるほど今のテレビに余裕があるとは思えないし、吉本系の番組も消えていくでしょうね。ジャニーズで辛酸なめたし、同じ繰り返しはしたくないだろうから。まあ浜ちゃんも力がないわけではないけど、ダウンタウンはやっぱり松ちゃんあってこそですからね。お笑い界というかテレビ界で気品ですよね。文春でやってることは世の中を暗くすることばかりだな。自分たちは雑誌が売れればいいかもしれないが、世の中のためになってるかといえばなってないな。つまりなくても誰も困らない雑誌だ。ダウンタウンがもし消えたらテレビ界は壊滅するとでも、他にも同じようなのいっぱいいるだろう。ただ長く活躍してるってだけ。いなくなってもそのうち慣れるわさ。もうどちらが正しいじゃなく、松本としてはここまで来た時点で超絶マイナスだな。仕事プライベート全てにおいて百害あって一利なし。一寸先は闇。まさにいい例。久美晴さんは芸能人のスキャンダルよりもっと政治家たちの実態を暴いてほしい。それが日本国民のためである。陰謀論とか信じたくない派だけど、日本のエンタメを潰しに来てる勢力がいるんじゃないかと言われたら信じてしまいそう。裁判が長引くから探偵ナイトスクープの局長は交番だろう。四代目局長は誰か想像もつかない。水壇に関しては若い層はダウンタウンでなくても見ると思う。番組名をどうするかになるけど。水だ文春年末年始の壮大な仕掛け、それを未だ夢にてしまうほど何か悲しみと焦燥、疲労感が半端ない。大阪時代女子を誰って呼んで遊び倒した男やで。今の若い子らなんか勘違いしてるようやけど、ダウンタウンと同世代は何を今更って感じ。マジで W。 文春さん、芸能人を集中攻撃して何になるの？休養までさせて何の意味がある？